抑圧と開発の同時進行ということで、ここにちょっと出てくるのが、中央7号文献つってね、正式名称は信教の安定維持に関する中央政治局常務委員会会議起用なんですけれども、ソ連が崩壊してから中国は弾圧を強めてるから、まあ近い将来大規模なね、ウイグル人たちの突発事件が発生するかもしれないから、まあウイグル人がちょっとね、集会とかで集まってるようなのを見つけた、それは注意しなきゃいけないって、まあそういうふうな警鐘を鳴らすような文献で、それで中国共産党政権がウイグルをさらに締め付け出すわけですけど、この、で、そのね、まあ、文書によってですね、サッカーさえも禁止されたとね。だからウイグル人がサッカーするぞって言ったら、サッカーをしたら、で、まあ、サッカーで始まってる間はあんまり密談できないかもしれませんけど、まあ、それも監視されてるわけですけど、だってね。で、サッカーした後、まあ、なんかこう、はい、お疲れとかって、まあ、食事とか行くわけで、その食事会が危ないとね。その場で、共産党打倒の蜜月を凝らしてるかもしれない。まあこれ彼らのやってるとこ、中国共産党員のやってることですかね。中国共産党員はよその国に行って労働組合とか立ち上げて、それでなんかもう2人3人集まったらすぐにそういう話をするから、だからウイグル人もそういうふうにやってるに違いない、だからサッカーだって禁止とか、そういう極端な政策が、取られたわけです。でそれに対して、まあ、グルジャ事件ってね、まあ、このウイグル側の抗議の、はい、こういう、まあ、暴動とは言いますけどね、まあ、彼らのそれなりに、理由がある、まあ、抗議活動が起こりまして、で、まあ、これの、まあ、これで、そのね、行方不明になった人が8000人って、まあ、すごいですよね。そんな大人数が行方不明になりましたと。で、それでなんかこう、そのバックにいただろうということで、最近メディアとかでまたね、有名になってる、ラビア・カーディル女子も、投獄されましたと。ね。投獄といいますか、その失脚しました。はい。ということになるわけです。で、まあこの頃からね、まあ、日本のメディアも悪いんですけれども、ウイグル人がその中国共産党政権に対してそのテロを行うという言い方をするわけですよね。まあテロね、2001年にアメリカの同時多発テロっていうのが起こりますよね。で、同時多発テロが起こった後、どうなったかというと、もうアメリカはもちろん対テロ、まあ対テロ戦争もアフガニスタンとかイラクでやっていくことになるし、で、国内のテロ取り締まりも強くなる。で、そのテロを起こしたのはイスラム勢力だと。で、イスラム教の人たち、アラブ人とかはね、そういうのが要注意だ、みたいな風潮になってしまう中で、中国がしめしめということで、ほら、アメリカでもテロをやってるのと同じ、そのイスラム系じゃないかと、ウイグルは。だから彼ら、そのイスラム教徒であるウイグル人がテロをやろうとしてる、テロをやったり、もうこれからもやろうとしてると。で、それの中国だってアメリカと同様に反テロのね、戦いをするんだみたいなことを言い出すわけです。はい。まあもちろんこれはちゃんと見る人が見れば、そんなバカなっていうね、いう話ですけれども、うん。まあアメリカのそういう風潮、作り出した風潮に、まあ中国は乗っかっちゃってたわけですよね。で、まあ、実際は、これは、ウイグル人に対する三次制限とかね、移民制限とか、あるいは、まあ、その、ウイグルの地域での、中国共産党の弾圧に対する、まあ、抗議だったわけですから、それはなんか、アメリカの言う反テロね、イスラム教徒がテロを起こすだとか、そういう話とは全く関係ない話。まあ、もちろんアメリカが、その、イスラムを敵するのだって、どうかと思いますけれどもね、まあ、いずれにせよ、だからそういうふうな、中国が、もう、あらゆる、いろんな状況を最大限利用するような、ね、政策プロパガンダで、ウイグルに対する弾圧を強めていくわけです。あとは西部大開発ですね。私が学生時代、中国人の留学生で、この西部大開発をなんか、卒業論文かなんかに書いてる人いましたけれども、はい。この西部大開発だってね、なんかこう、中国の、都市部と内陸部の貧富の格差をなくすために、まあ、中国人民がね、中国人民が国全体で豊かになるための立派な政策だみたいになんか、そんなことばっかりね、中国の専門家と称する人たちは、書いてたんですけれども、いや、ところが、これがウイグル地域に対しては、
ですね、まあ、いろいろまた大変だったわけですよ。はい、結局あの開発の名のもとに、まあ、あのウイグルの地域、まあ、いわゆる自然豊かな地域に無理やりなんかこうあの高層ビルをじゃんじゃん建てたりとか、でその一方で資源が収奪された、まあ、それまでも怒られてたけどそれがさらにひどくなった、ね、西部大開発のためにウイグル地域は余計にこう、まあ、あの荒廃していくようなことになるわけです。文化大革命の時にウイグルに追放された、まあ、肝心たちがあのね、こう暴動を起こして立ち上がったと。でそれを弾圧するという名目で共産党軍が来るわけですけど、ウイグル人は、まあ、この頃までは少なくとも、ね、本当にねあの暴力的な抗議行動とかをできるだけ慎んで平和的デモに終始していたわけなんですけれども、まあ、この、まあ、ウルムチ 7.5 事件でね、あの2009年の7月5日に起きたあの事件とかもあるんですけれども、むしろそのウイグルにいる肝心たちがわーわー暴れたりとかね、あの そういうふうなあのことがあって、でウイグル人人はあの平和的でもやっていても、その肝心がバーッとこうそこで暴力的に立ち上がると、一緒くたにまとめて、軍隊によってダーッとなんか苛烈な攻撃がされてしまうというね、まあ、こういうことがもうどんどんあの繰り返されて悲劇を生んでいくわけでございます。